こんにちは。2022年9月10日です。金山湖畔にやってまいりました。天気の方はいまいちなんですけども、しょうがないなということです。この金山湖、水がちょっと減ってますね。ですが、私としてはなかなか綺麗な湖で、好きなところの一つです。ここはですね、キャンプ場があります。湖畔にキャンプ場、そして山側の方に、オートキャンプ場があります。で、さらに上の方に上がってきますと、ホテルが用意されてまして、ホテルの中で泊まることができますし、ログハウスみたいのがありまして、そこで、泊まることができます。このキャンプ場はですね、ログ風など3カ所の水洗トイレ、炊事場、野外ステージなどがキャンプされた、などが完備された、キャンプ場ですということです。芝生の手入れも最高だということですね。テントは500張のフリーサイト、800台の駐車場、リアカーを備えておりますということです。事前に、管理棟で申し込んでくださいというふうになっています。30人以上は割引が適用されるということです。通常は5時半から午後の6時まで、管理棟で、スタッフの方が勤務してますよということです。近くにはコンビニエンスストアは7キロくらいですかね、離れたところにあります。ですので事前に揃えてくる必要があります。トイレは3カ所、炊事場3カ所、野外ステージ、バンガローは7棟ですね。ドッグランがあります。これはオートキャンプ場の方ですね。なかなかいいですね。料金の方がですね、1泊620円ですね。それから野外ステージが1時間2640円で借りれます。バンガローが1泊2600円ですね。意外と安いですね。なかなか、ここも、何回か泊まるんですけども、私の車はキャンプではなくてですね、車中泊専門に、この駐車場に、泊まったことがあります。トイレが24時間使えるんで、なかなかいいんじゃないかなというふうには思いました。カヌーなども用意されて、用意してないね、持ってきてる方いるんですね、カヌー。ですが、ちょっと米が、水面が減ってましてですね、ずっと奥の方まで歩いていってから初めてカヌーに乗るというような形になると思います。今日見ましても、橋の欄干がかなり下まで見えてましたので、水が少ないなというのは、分かりました。この金山の近くには南富良野道の駅があります。そこも新しい物産展ができましたので、そちらの方で食事をされ、買い物をされ、そして、このキャンプ場に来て、キャンプをするのも非常にいい場所だと思います。夏も綺麗です。春も綺麗です。秋も綺麗ですね。ここは年間年中ひっきりなところですね。冬の間は来たことはないんですけども、非常に、ゆっくり過ごすことですができます。今回はですね、行きましたら かなり車がいましたね。何台ぐらいいたんでしょうか。50台ぐらいいたでしょうかね。ですが広いフィールドランで、人はパラパラとしか見えませんが、駐車場には車がびっちり、止まってました。しかも管理棟に近い側ですね。反対側の方はもうほぼ3分の2以上は空いてましたが、さすが800台、車が止まれるというだけの駐車場のことはあるなというふうには思いました。私だったら一番奥の方に行って車の中にいるんですけどね。皆さんやはり管理棟の近くということでリアカーを借りて湖畔の方まで降りていって、そこで、テントを張ってるということです。上から見ますと立派な大きなテントの方がたくさんいますね。家族連れの方が結構多いですね。小さなテントっていうのはあまり見ませんでした。ほとんど大型テントばっかりということです。帰りの上の方をぐるっと回って、オートキャンプ場の方を見てきたんですけども、そちらの方の利用の客はまだいらっしゃいませんね。皆さんこの湖畔の方の、湖の近くの方で、テントを張ってという、ことです。多分朝晩はかなり冷えてくるんじゃないかなと思いますが、キャンプシーズンもそろそろ終わりに近づいてまいりましたね。9月の末までで大抵、北海道はオンシーズンで、それを過ぎますとほとんどクローズになるということです。然別郷国鉄キャンプ場、八重城ですか、そこも私好きで行ってみようかなと思うんですが、そこも9月の末でクローズということなんで、今月中に少しまた然別郷の方の国鉄八重城の方に行ってみようかなというふうに思いますし、まだ知床行ってないんですよね、今年。知床行ってないんで、知床行きたいと思いますが、なかなか日程が取れなくてですね、なんだかんだでいろいろちょこちょこ忙しいもんですから、連続した休みが取れんぞということで、3泊4日のパターンが繰り返してますが、少し出ていきたいなと思ってます。
北海道の秋の風景、ご覧いただけるんじゃないかなというふうには思いますが、この金山湖もなかなかドライブコースではちょうど中間的でいい休むところだと思いますね。ちょっと36、8号からちょっと中に入ってしまうんですけども、ここで一休みしてから富良野道の駅、南富良野道の駅ですか、そこで、ご飯を食べて、そして、刈消峠を通って帯広に抜けていくという、ルートに使えるんじゃないかなというふうには思いますが、このような美しい湖、北海道のいかにもリゾートだという感じですね。本当に北海道のリゾートという感じしますよね。広いし人はいないし綺麗になってるし、手入れは本当に行き届いてますし、必要な設備は、まあ、豪華ではありませんが、揃ってますよということで、林の間で、テントを張って、過ごすことができるというなかなかいい、ロケーションで本州の方は結構、喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ホテルで美味しいものを食べようと思ったら上の方に行きましたらログ風のホテルがありますので、そこで、何か美味しいものを食べれるのではないかなというふうには思いますか。まあこれから、秋のキャンプ、十分美味しいものを食べながらバーベキューをしながら、過ごしていくのではないかと思いますが、天気が良ければですね、北海道の空ももう秋晴れの空ですね、天高くと言いますけど本当に空が高いなという、感じが受けます。夏の間はどうしてもどんよりしてちょっと、曇って入道雲がもこもこというなんですが、これからは、秋空、スカッとした秋空ですね。で、朝は冷え冷え、本当に寒いぞという感じで、いい季節ですね。私の場合は車の中でこもってますんで、電気毛布、そしてヒーターでぬぐぬぐしながら、外を見ながらいるという、ことをさせてもらうんですけども、いい季節になってきました。まあ、初夏もいいんですけどね、夏もいいです。またこの秋もいいですね。まあ、冬もまたいいんですけど、要するに全部の季節いいということになってしまうんですけどね。まあ、季節の変わり目というのはやはり、ちょっと、ああ、嫌だなと、さよなら、夏よさようならという、春よさようならという感じになるんですけども、まあ、これも四季折々の北海道に過ごしているから、こういうふうにいろんな季節を楽しむことができるんじゃないかなというふうには思いながらいます。まあ、観光の方は少しずつ増えてきましたね。それから前回の内田牧場でご覧いただけたと思うんですが、キャンピングカーが大型キャンピングカーが3台ほど来ますね。結構目立ってまいりましたね。なんだかキャンピングカーの数がどんどん増えてきましたよということで、しかも、軽自動車のキャンピングカーがリーズナブルな値段になってきましたね。どんどん上がってきたんですよね。なんでこんな軽で500万もするんじゃっていうところまで行って、それがピークですね。それを500万、軽自動車のキャンピングカー500万をピークにして下がってまいりましたね。さすがにやっぱり高いと思いますよね。ですので、まあ、200万クラスの、軽のキャンピングカーも、ね、出てきたみたいなので、なかなかリーズナブルな値段になってきたなというふうには思いました。これから、また、2、3日休んで、また、月曜日、火曜日からですかね、また、2泊3日ぐらいの行程で走ってみようかなというふうには思っております。本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。失礼いたします。